はい、望月凛です。今回はピーター F ドラッカーさんの書かれたプロフェッショナルの条件を解説していきます。この本は一言で言うとプロになる方法を教えてくれる本だ。プロか。ああ、プロフェッショナルとは深い知識を使って大きな成果を上げる人だ。知識？ああ、シンプルに普通の人よりもある分野について多くのことを知っていて、それを使って大きな成果を上げられる人、それがプロなんだ。ああ、確かに。この前エアコンの修理をお願いしたんですけど、30分くらいでサクッと直してくれました。うん、まさにプロだな。 NHK のプロフェッショナルに出てくる人もみんなその道のことを知り尽くしている人ばかりだろう。そうですね。プロフェッショナルになると給料が高くなり、仕事を通して多くの人の役に立てるから感謝される。また日々自分の成長を感じることができるから、どんどん人生が充実していくんだ。つまりプロフェッショナルになると幸せになれるということだ。おお、俺もプロになってみたいです。今日の授業を受ければそんなプロフェッショナルになる方法を知ることができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、プロは常に学び続けなければならないだな。この世の中は知識を使わない労働者、知識を使う労働者、深い知識を持ったプロフェッショナルという3つの階層に分かれている。へえ。上に行けば行くほど大きな成果を上げられるため給料が高くなり、人の役に立てる。簡単な話、冷蔵庫や化粧品などを買うときに全く詳しくない人から買うよりも詳しい人から買いたいと思うだろう。確かにそうですね。もっと言うと、冷蔵庫や化粧品で知らないことはないというくらいのプロの話を聞きたいし、そういう人から商品を買いたいと思うはずだ。はい。このようにプロフェッショナルとは他の人よりも深い知識を持っているため、人の役に立つことができる。そのため大きな成果を上げやすいのだ。なるほど。親が勉強しろ勉強しろっていうのは、このプロフェッショナルになった方が人生が充実するからなのかな。まあそれもあるだろうな。だがプロフェッショナルになるのは楽ではない。生涯学び続けなければならないからだ。学び続ける？ああ、知識というのは古くなっていくものだからな。例えば10年前の洗濯機と今の洗濯機は違うはずだ。そうですね。10年前の洗濯機にどれだけ詳しくても今じゃ何の役にも立たない。かなり進化しましたからね。ああ、プロゲーマーだって常に新しい知識を学んでいかなければどんどん弱くなっていくし、医者だって常に新しい医療技術や薬を取り入れないと時代遅れになってしまう。だからプロになるということは常に新しい知識を学び続けるということでもあるんだ。なるほど。俺勉強し続けて何かのプロになりたいです。だってお金持ちになれるんでしょ。まあそうだ。なりたいです。よかろう。この本にはプロになるには5つの条件が必要だと書かれている。一つ一つ丁寧に説明していこう。はい。プロになる一つ目の条件は強みを生かすことだな。プロフェッショナルは深い知識を使って成果を上げる人だと説明してきた。はい。この成果というのは稼げるお金と言ってもいい。自分の給料とか会社の売り上げですね。そうだ。この成果は自分の強みからしか生まれないんだ。え、じゃあ強みを生かさないと努力してもお金持ちにはなれないってことですか？ああそうだ。へえ、ひどい。例えばお前がいきなり今からプロのアーティストを目指したり、陸上選手としてオリンピックを目指したり、アイドルを目指しても叶うことはないだろう。まあそうですね。なぜならお前の強みは音楽を作ることでも走ることでも容姿が優れていることでもないからだ。ぐねね。どれだけ音楽が好きでもですか？ああ、お前がどれだけ音楽が好きでも自分の強みが音楽ではないのならうまくはいかない。それだとプロにはなれないのだ。そんな。つまりプロになりたければ好きなことより得意なことをするべきなんだ。でも自分の強みを生かせって言われても何が自分の強みかわからないんですけど。言うと思った。バレたか。ああ、お前の思考などバレバレだ。では強みとは何かを教えよう。はい。強みとはそんなに努力していないのに他の人よりできたことだ。努力していないのに他の人よりできたこと？ああ、例えば友達とゲームをしていて別に練習したわけじゃないのに勝ててしまうとか、別に練習していないのに最初から歌がうまいとか、そこまで勉強していないのにテストで高得点を出せるとかだな。なるほど。自分には何も強みがないと思っている人も多いが、必ず他の人よりも秀でている部分がある。それが
自分の強みだ。のび太で言うと射撃が上手いとかすぐに眠れるとかってことか。まさにそれだ。そんな強みを磨いて磨いて磨きまくるんだ。私からすると学校はそんな一つの強みを見つけるために行く場所だ。なるほど。ちなみに気になってたんですけど、弱みはどうするんですか？うむ、弱みなど放っておけばいい。弱みが強みになることはないからな。でも弱点は克服した方がいいじゃないですか。うむ、時間をかけて努力して弱みを克服したとしても普通の人になるだけだ。それだと人並みの成果しか上げられない。プロフェッショナルとは弱みを捨てて強みを伸ばしまくった人だ。そうなのか。そしてドラッカーさんは誰もが自分の強みを活かせばプロフェッショナルになれると言っているのだ。プロになる二つ目の条件は貢献を考えることだな。自分の強みが分かったら次は誰かに貢献することが大事になってくる。当たり前だが、どれだけゲームに詳しくてもその知識を誰かの役に立たせないとお金は稼げないからな。まあそうですね。ということでどう貢献するのかを見ていこう。はい。ほとんどの人は会社で働いているはずだ。そして会社で働いた結果、世の中が少しずつ変化していっている。私たちの頑張りは会社を通して世の中を変えているわけだ。はい。だから私たちがまず初めに考えるべきなのは、今所属しているチームや会社などの組織に自分の能力や知識を使ってどうやって貢献するのかを考えることだ。会社に貢献するか、そんなこと考えたこともなかったぞ。まあほとんどの人はただ目の前の仕事をして時間が来たら帰って毎月決まった日に給料をもらうことしか考えていないからな。でもそれだと普通の人だ。プロにはなれない。プロフェッショナルになりたければプラスアルファの仕事をしないとな。実際出世する人はみんな大きく会社に貢献した人だ。言われてみればそうですね。そこでどうすればこの会社がもっと良くなるのかを考えてみるといいだろう。会社がもっと良くなる？ああそうだ。例えば営業を頑張って大きな売り上げを出すとか、もっとこうすれば利益が出ると提案したりとか、社内でメールを使っているのならチャットツールを取り入れることでみんながもっと効率的に仕事ができるようにするとか、仕事の効率を上げるために人を育てるとかだな。自分だけじゃなくてチーム全体が良くなることに自分の能力や知識を使うのか。そうだ。とにかく今所属しているチームや会社グループがもっと良くなるように自分の知識や強みを活用するんだ。でも強みが射撃とかだったらどうするんですか？うん、もし今所属している会社で自分の能力や強みを活かせないのなら、それを活かすことのできる会社を探して転職したり YouTube を始めたりすればいい。例えばアメリカに行って射撃場で仕事をするとか、 YouTube で射撃の動画をアップするとかだな。なるほど。自分の強みが筋肉なのか英語なのか文章力なのか企画力なのかはみんな人それぞれだ。それを活用すること、それが貢献だ。いくら知識や能力があってもそれを誰かのために使わないとプロフェッショナルとは言えないのだ。プロになる3つ目の条件は時間をコントロールすることだな。1万時間の法則というものがある。なんか聞いたことあります。どんな分野でもプロになるには1万時間の練習、努力、勉強が必要だという理論だ。これはイギリス出身の元新聞記者であるマルコム・グラッドウェルさんが広めて一躍有名になったものだ。へえ。この1万時間の法則が正しいのかどうかは置いておいて、プロフェッショナルと言われる人たちは一つのことを1万時間以上やっている人たちばかりだ。 YouTuber だって野球選手だってプロゲーマーだって数学者だって第一線で活躍している人たちは1万時間以上平気でやっている人たちだ。そうですね。つまりプロフェッショナルになりたければ1万時間以上は一つのことに打ち込んだ方がいいわけだ。なるほど。ところでお前は1万時間以上何か一つのことに集中したことがあるか？いやないと思いますね。うん、なぜだ？あ、時間がなくて。いや時間はみんな24時間あるだろう。そうですよね。プロと呼ばれる人たちが一つの物事に1万時間以上使うことができるのは自分で時間をコントロールしているからだ。コントロール？ああ、ニュースを見たり別に会いたくない人に会ったりポルノ動画を漁ったりなど無駄な時間を省いて時間を作り出して一つのことに長時間打ち込んだから深い知識と能力が身についたんだ。なるほど。プロはやっぱりストイックですね。うん、つまりプロになりたければ時間をどう使うのかを意識しなければならないんだ。はい。一度自分が1日に何時間ツイッターを見ているかをチェックしてみると目ん玉飛び出ると思うぞ。確かに俺めっちゃ見てます。私たちは無意識に時間をどうでもいいことに浪費している。
もちろんリラックスしたり休憩したりする時間は大切だぞ。はい。だがリラックスにもならないどうでもいい時間があるはずだ。例えば？例えばわざわざ乾燥機があるのにこの時代に洗濯物を干すのは時間の無駄だろう。会社の通勤に1時間以上かけるのも無駄だ。あとは空気を読んで残業するのも無駄オブ無駄だろう。俺めっちゃ無駄なことしてる。そう、実はこの世界の同調圧力に従って生きていると何か一つのことに打ち込む時間が作れないのだ。自分の時間をコントロールすることは自分の人生をコントロールすることでもある。もしまだ成果が出ていないのなら一度自分の一日の時間の使い方を紙に書いてみるといいだろう。プロになる4つ目の条件は一番重要なことに集中することだな。人はマルチタスクをすると非効率になりストレスがたまり脳が疲れやすくなるんだ。実際に一度に2人の話を聞くことなんてできないはずだ。そりゃそうですね。うん、もちろん歩くとか息を吸うとか音楽を聞くみたいにやっていることを意識しない行動ならマルチタスクができるんだが、それでも一度に2つのことを同時にすると効率が悪くなる。だから基本的には私たちは今やっていることに一点集中するべきなのだ。シングルタスクですね。そうだ、次は順番だ。まず最初に一番大事なことから取り掛かることだ。一番大事なことか。ああ、というのは私たちの集中力は限られているからな。まず最初にどうでもいいことを始めてしまうと後で重要なことをやる集中力がなくなってしまうんだ。集中力ってそんなに減るもんなんですか？ああ、タンクに入ったガソリンのようにゴリゴリ減っていくぞ。実際に交通事故は疲れて帰っている夕方の17時から18時に多く発生している。通勤ラッシュである朝よりも夕方に事故が多いのは集中力が減って注意が散漫になっているからだろう。へえ。ちなみにスティーブ・ジョブズが毎日同じ服を着るのはいちいちその日に着る服を考えて集中力を無駄遣いしたくないからだ。朝に何を食べるとかどの靴を履くとかなどの無駄なことをいちいち考えなくてもいいようにテンプレ化しておくといいだろう。わかりました。このようにプロの仕事をしたければ一番最初に重要なことを選び一つのことだけに集中することが大事になってくる。でも一番重要なことがわからない場合はどうすればいいんですか？うむ、この本では重要なことは自分の将来が今よりも良くなっていることだと書かれている。未来が良くなっている？ああ、もっとわかりやすく言うと将来報われる行動だ。例えば毎日ニュースを見ても3年後は別に何も変わらないし、バイトをずっと続けても3年後は別に何も変わらないだろう。そうですね。一方、受験勉強することや副業を始めること、筋トレをすることなどは3年後に自分の人生がより良くなっている可能性が非常に高い。そうですね。であれば優先順位を上げて副業や筋トレ、受験勉強をバイトの前にやった方がいいってことになる。なるほど。大事なのは今やっている作業を一旦止めて自分の将来が良くなるであろう作業に目を向けることだ。プロになる5つ目の条件は正しく意思決定することだな。プロフェッショナルと呼ばれる人になるためには何をして何をしないのかを正しく決めることが重要になってくる。そこで迷ったら本を読むのがおすすめだ。やっぱ本か。ああ、というのはお前に起こった問題が健康のことだろうが仕事のことだろうが人間関係のことだろうが、それはほぼ 99.9% 自分以外の人にも起こっている問題だからだ。まあ自分だけが抱えている問題ってほとんどないですよね。ああ、こういう問題はすでに誰かが解決策を見つけている。だから本を読んでそのプロフェッショナルたちの意思決定や考え方、過去の人たちの事例を学べば同じ鉄を踏まずに済むというわけだな。すみません林先生。なんだ？同じ鉄を踏むってどういう意味ですか？いや、そこからかよ。わからん。先人と同じ失敗を繰り返すことを鉄を踏むというんだ。これは前の車の車輪跡にはまり込んで転倒するという状況に例えた表現だな。そうなのか。でも本を読んでも 100% 自分と同じ事例はないですよね。確かに自分と全く同じ人間はこの世に存在しないから 100% はないかもしれないが、それでも自分が悩んでいることと似た事例はたくさんあるはずだ。その事例に自分を照らし合わせてじっくりと考えてみることだ。わかりました。迷ったら本を読んでみます。うん、本を読めば世の中の歪んだ構造に騙されないようになるし、確信が見えるようになってくる。実際に本をきっかけに人生が変わったという人も多い。迷ったら本を読むことだ。次は自分のことをどんな人間として覚えられたいかだな。
プロフェッショナルを目指す場合、努力を続ける必要があるわけだが、そんな時に自分に質問してほしい言葉がある。それは、自分のことをどんな人間として覚えられたいか、だ。どんな人間として覚えられたいか？ああ、これは自分をリセットさせる問いかけだ。学校を卒業するとき、会社を退職するとき、人生を終えるときに、あの人はこういう人だった、と他人に記憶してもらえるとしたら、どのように記憶してもらいたいかを考えるんだ。実際にお前は、他人に自分のことをどんな人間として覚えてもらいたい？そうですね。いつも勇気を持ってすぐに行動する人だった、とか、かっこいい人だった、って思われたいです。絶対にダサい人とか、腰抜けだとは思われたくないですね。であれば、今の行動も変わってくるはずだ。この質問に答えられないということは、自分が何になりたいのかがよく分かっていないということになる。確かにそうですね。できれば毎日、どんな人間として覚えられたいか、という質問を自分にしてみるといいだろう。なぜなら、この質問に対する答えは、成長するにつれて変わっていくからだ。へぇ。私たちはぼーっとしていると、ついつい楽な方へ流されたり、安易な行動をとったり、自分だけが得をする行動をとってしまいがちだ。そんな時に、自分のことをどんな人間として覚えられたいか、と自分に問うことで、今の行動が変わってくるだろう。最後は、人生を豊かにするために、プロフェッショナルを目指そう、だな。プロとは大きな成果を上げる人だから、お金持ちになれるし、社会的な地位も上がる。だがそれが全てではない。え？プロフェッショナルになると、多くの人に影響を与えたり、役に立てるし、感謝される。そして毎日勉強をすることで、自分の成長を感じられるんだ。つまり、プロフェッショナルになると、人生が豊かで、幸せなものになるんだ。確かに、人の役に立つと気持ちいいですもんね。そうだ。この本の著者であるドラッカーさんは、人生を豊かにしていくには、仕事を通して成果を上げる、プロフェッショナルになるのが一番の道なのです、と語っている。そして、誰でもプロフェッショナルになれる、と言っているのだ。まとめだな。プロとは、他の人が知らない深い知識を活用して、成果を上げる人。プロは、学び続けなければならない。成果は、自分の強みからしか生まれない。弱みを克服しても、ただの凡人。自分の能力を使って、チームに貢献する人が上に引き上げられる。無駄な時間を削って、まとまった時間で自分の強みを磨く。一度に一つのことに集中する。まず最初に、未来が良くなる重要なことをやる。問題が起こった時は、本を読んだりして、今までの事例から対処する。自分のことをどんな人間として覚えられたいか、問う。人生を豊かにしたければ、プロになるのが一番の道、だな。プロフェッショナルってこういう人のことだったんですね。そうだ。もし気になったなら、この本を手に取ってみるといいだろう。それでは、今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。